装着したレヴォーグです。フロントリップ、ナンバープレートベース、 LED のこのアクセサリーライトですね、こんなものがついてます。そしてドアミラーのところとかアクセントでブルーのカラー、そしてですねぐるっと回って、あ、こちらも STI と同じでダンロップスポーツマックスの225-4518でした。サイドは、あ、お姉さんも入ります。はい、お姉さんもサイドはストライプ入ってます。すいません、ドアもう一回開けてもらっていいですか。すみません。はい、はい、どうぞ。はい、ナビの方がですねディーラーオプションのナビで、センターの MFD にも、矢印とかが出るような連動式のタイプです。これメーカーオプションかディーラーオプションのこのタイプ以外では出てこない感じですね、現状では。そしてシートの方がボルドーの内装、これがですねリアも、はい、同様な感じでなってます。はい、ありがとうございます。ぐる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 っと。そして用品アクセサリー系としてはですね、このウエストスポイラーがあります。もともとレヴォーグはですね、この8ゲートの端、結構 R がすごいんですけど、そこをさらに強調するようなですねアグレッシブなデザインです。そしてリアアンダーはですねマフラーガーニッシュも兼ねています。ノーマルマフラーの上からこういったものを装着してっていう形になってます。でマフラーはノーマルです。アクセサリー車でした。